皆さんこんにちは、武田塾の高田です。高です。今回のテーマは早慶志望まだまだできるぞ本気を出せというテーマでやっていきたいなと思います、はい、今回ね、川野先生 KOOB 登場してくれてますが、早慶志望だけどなんかこういけちゃいそうになってる子とかもいると思うんですよ、はい、今回の動画ではまだまだやることあるよと、本気で受かりに行くんだったらこんだけまだ先にやること待ってるから、うん、今現状維持で満足するんじゃなくてさらに自分の限界を超えて突き抜けていけよと、そういう方向性でちょっと話をしていきたいなと思ってます、はい、まだまだやることあるぞと、うん、いうことで5つのね話をしたいなと思うんでお願いします。お願いします。まだまだやることあるぞ。一つ目、単語力。あ、出た。英単語マジ大事ですね。今現状で満足してる子はシステム英単語とか、うん、ターゲット1900とかを一通り覚え終わって9割ぐらいは、うん、ある程度覚えてるよっていうところで満足してしまってると思うんですよ、うん、その基準浅すぎる。そこ完璧目指さんかいと。なんとなく大体大丈夫ですっていう単語力だと危なすぎると、はい、まず1冊目の単語帳ぐらいは完璧に習得してなんぼじゃろうよと、はい、その辺どう思いますか。まず本当にこのシスタンターゲットを舐めすぎてる子が多くて、はい、なんとなく終わりましたぐらいの感覚で2冊目行けばいいんでしょみたいになっちゃってる子が多すぎる。2冊目をやることはまあ大事なんだけど、うん、そもそも1冊目は本当に仕上げられてんのと、早慶がね難しいといえども、まずね大方の単語はこのシスタンターゲットあたりから出るんだよってことをまず認識してほしくて、ここを極めずして2冊目やったところで基礎のその穴のせいで読めないってことがね過去問演習に入った時に出てきちゃうわけですね、うん、なんでまずシスタンターゲットはもう絶対完璧以外ダメですと。武田塾の生徒だったら毎週の確認テスト、早慶志望だったら必ず100点取ってください、うん、99で悔しがれるかと、うん、1個も漏らさずクリアできるまでやってください。さら、はい、に上の話をするならば語形変化とか関連語とか、うん、そういったところを覚え始めてくださいと、はい、であと、まあ、シスタンだったらミニマルフレーズとかでコロケーションとか学べるようになってるんで、極めようと思ったらいくらでも極められます、うん、周辺情報2個目の訳、関連語、語形変化、ミニマルフレーズ、コロケーションなどなど学べることがいっぱいあるんで、単語力こんなもんでまあまあ自分覚えてるしっていう自分なりの基準で満足しないように絶対してくださいと。満足してしまいそうな人はもう早慶の過去を解いてくださいと、そしたら自分の単語力のなさ気づくと思います、うん、このままじゃやべえって思うと思います。シスタンターゲットまずは完璧に仕上げてください、はい、そして現状で満足するんじゃなくてもう2冊目も最終的にはやるぞっていうふうに決めてくださいと、はい、速読英単語上級編、英単語11 EX、英単語スパルタ3、このどれか、使ってもらえたらと思うんですけど、早慶の語彙かなりやっぱ高いレベルになってますと。シスタンターゲットをもうできるだけ早めに完成させて2冊目やるんだと。やるにしても使いこなせるようにならないと意味がないから、できるだけ早めに始めた方がいいんですよ。ある程度マーチの長文も読めるようにして、早慶レベルに入るんだったらもう早慶レベルぐらいのタイミングで2冊目の単語帳もやる、そう決めてまだまだやることあるんだと、現状に満足してんじゃねえと、そういう気持ちで単語に関しても磨きをかけ続けてほしいなという思いです。当たり前のことなんだけど、この単語力がね最後鍵になってくる局面も本当に出てくるから、今のうちからこの重要性にしっかり認識して、単語暗記ね毎日コツコツね頑張ってほしいですね。続いていきましょう。まだまだやることあるぞ。2つ目、文法力ですね。英文法次第早慶めちゃくちゃ大事だと思います。英文法ポラリス1とかネクステヴィンテージとかを一通り終わらせましたよっていう人が多いんだと思うんですけど、一通りやったとかのレベルで満足してたら早慶いけないですと。早慶が求めてる文法ってめっちゃ細かいんですよ。早慶が求めてる細かい文法に対応できるよう今の時期もうヴィンテージをゴリゴリに極めに行ってほしいなと思います、はい、文法問題がね出る学部とかだと、その問題解くためにも必要になってくるし、しっかりとした文法力っていうのが、まあ、正しい解釈とかにもつながっていくわけだから、文法っていうのはこの早いタイミングでしっかりと高いレベルの問題も解けるし、解釈にも活かせる文法力っていうのを身につけてほしいですね。長文読むための文法に関しては今満足してる子は多いと思うんですよ、うん、ここで言いたいのは知識つけに行けよっていう話をちょっとしたいなと思ってて、はい、細かい知識細かい文法をどんぐらい身につけてんのと、早慶の過去問解いてもらうと分かるんですけど、独立した文法問題出す学部もちろん文法大事です。ただ長文の中で文法の知識で解ける問題ってめっちゃあるんですよ、はい、早慶の長文の中で例えば空所補充問題とかも文法の知識とか構文の知識あったら解けたよねとか、単語に線が引っ張ってあって同じ意味の単語に言い換えましょうとかもこれも文法の知識あったらいけたよねとか、そういう問題めちゃめちゃあるんで知識をとにかく取りに行ってほしいですね、はい、ヴィンテージでここまで覚えてほしいって話をしておくと、ノーモアザン A、 ノットモアザン A、 ノーレスザン A、 ノットレスザン A、 それぞれ意味が書いてある、こういうパートがあるんですよ。ヴィンテージもネクステージもあるんですよ。これ全部意味ちゃんと言える子は OK だと、
これがややこしいやつだみたいな感じで止まってる子はアウト。もちろんね、関先生のスタサポの講義とか見たら本質的にね、こういう風に理解していったら暗記は減るとか、そういう細かい話はいっぱいあるんですけど、自分が言いたいのはヴィンテージとかネクステージとかに載ってる知識は総計志望だったら全部覚えてて当たり前だと。文法問題がただ解けるで止まってるんじゃなくて、右ページの細かい暗記事項も覚えに行ってるのどうなのみたいな、こういうのあったなで済ませてないかみたいな。で正直言って総計とマーチは難しさが全然ちゃうんですよ。マーチだったらいいよ、正解が言えて理由が言えて本当に大事なことだけ覚えてたら隅々まで覚えなダメかっていうと、そんなことはないです。でも総計は覚えにかかんないと受かんないんですよ。こんなあったなとかその程度で済ませたら受かんないんですよ。そこに落ちてる知識を全力で拾いに行かないと受かんないんですよ。ヴィンテージの書いてある知識を隅々までルーズリーフにまとめ直してテストして繰り返し繰り返しやって自分の中で覚えようとしたのかっていうのは自分に問うてほしい。これめちゃくちゃ大事ですね、はい、どうしてもやっぱり文法語法のところとかでその右ページにまとまってるのって結構ねないがしろにしがちなんですよね、うんうんうん、これ後で覚えようとかって言って後回しにしちゃって今眠っちゃってることが多くて、でも別に解釈とかで困ってないからまあいいかなみたいになっちゃってる子多いんですけど、そうすると後々過去問演習とかでやばい文法これ全然覚えられてないなとかって、ね、後になって気づいて焦ってくるみたいなパターンが多いので、うんうん、今のうちからしっかりとこういった基礎の知識なんだけどないがしろにしてる部分っていうのはしっかりとね見つけ出して一つ一つ潰していってほしいですね。総計の過去問全員解かなきゃダメっすね。まだ早いとか、うん、まだ自分はそのレベルじゃないからとか言ってんじゃなくて、うん、今自分がちょっといけてるって勘違いしてる受験生ほどすぐ過去問だと。総計がいかに細かい文法知識を解くか、いかにヴィンテージネクステージの隅の情報が問題に絡んでくるか、いかにイディオムが大事かとかね、いかに語形変化が大事かとかね、自覚せなダメっす、うん、なんで僕らがこんな必死になって言ってるかっていうと、総計のエグさを知ってるからっすね。で総計むずみたいな、本当の意味で参考書完璧にしないと戦えないなと。だからその危機感を必死になって言ってるなぐらいの YouTube の見てる視聴者のみんなの温度感だと絶対受かんないんで、総計の過去問をもうすぐ解いてくださいと。そしたらここまで細かいこと聞くかと、自分の知識じゃ全然まだ対応できないっていう風に分かると思うんで、自信なくすかもしれないけど一回自信なくしてもらっていいと思うんで、はい、今みんなに必要なのは危機感、うん、文法をここまでちゃんとやろうっていう目標、それがみんなにまだないと思うんで、そういうつもりでやってください。総計 の壁の高さはもう変わんないんで、うん、その認識は早ければ早いほどいいですよね、うん、その対策が打てる時間が長く取られるので、うん、続いてまだまだやることあるぞ。3つ目は長文の復習ですと。長文の復習が甘い子が多いなと思ってて、これどういうことかっていうと、はい、例えばまあ今どんな長文みんなやってるでしょう。ルールズ2とかね、長文ポラリス1とかね、ルールズ3とかやってる子多いと思うんですよ。将来的に総計行きたいんでしょと。でもみんな今やってることってルールズ3とかルールズ2とかがなんとなく読めてるから自分は長文いけてるって思ってるんですよ、はい、大間違いだぞ。その基準じゃなくてマーチと総計では格が違うぐらい英文がむずいんですよ。だからマーチぐらいの長文、日大レベルの長文は完璧に読めるようになってないと総計の入り口にも立てないんですよ。だから復習の時にこの英文は7割ぐらい内容分かってるから復習雑でもいいかってなるんですよ。マーチ目標の人だったらそれでいいかもしれないけど、その上を目指してるんでしょと。その上を目指してるんだったらルールズ3ぐらいの長文は復習ちゃんとして完璧に読めるようにならないとその先で絶対詰まるぞ。この長文の完成度に対する価値観をもっと上げてくれよ。確かにね、実際の受験生とか見てても復習が甘い子が多くて、解説見てなんとなくそれでもうできた気になってこの参考書はもうできましたみたいのレベル感で終わっちゃってる子が多いんですよね、うん、長文ルールズとかって解説めっちゃ情報量多いわけだから、うん、吸い尽くそうと思ったらいくらでも吸い尽くせるわけじゃないですか、うんうん、自分がじゃあ解きました、うん、丸付けしました、まあまあ戦えてます、ルールズやったよじゃなくて解説にもいろんな情報書いてあるし、長文のね構文振り SVOC とかね、分かんない単語を覚えるとかね、こちらのね動画でも長文の復習について詳しく話してますけど、その長文が完璧に訳せます、完璧に構文振れます、完璧に内容取ってますっていう人以外は7割ぐらい読めてますやったら3割伸びしろあるわけじゃないですか、うん、問題の正答率の話してないですよ、うん、何割訳せますかって話ですよ。単語曖昧です、構文曖昧ですっていうところは絶対あるわけじゃないですか、1個の長文につき。そこなんで潰さへんの、そこ潰して次の長文いかないと成長ないでしょと。日々成長していかないと。総計ってやっぱ次第で日本一難しいわけじゃないですか、そこの戦いに自分が参加しようと思ってるんだったらそんぐらいのことやんないと。総計ってまあ悪く言うと科目数少ないわけですよ、英語でほぼ決まるんですよ、うん、
限られた時間の中で英語を集中的にやってる人たちが集まる戦いの中でそんな雑な勉強してたら受かんないって。だから長文は当たり前のようにコピーして SVOC 振って分かんない単語全部覚え直してルールズだったルールズにねいろんな周辺情報書いてあるんでその情報も覚えてっていう濃い復習をしていかないと伸びしろがないですと、うん、現状長文なんとなく読めてるなって満足するんじゃなくて突き詰めた長文の復習をしてほしいと、うん、思います。続きましていきましょう。4つ目、まだまだやることあるぞ、音読です。お早慶は、まあ、最終時間との戦いになってきますと、はい、分量めちゃくちゃ多いですと、うん、ってなった時に速読力って絶対必要なんですよ、はい、音読みんなどんぐらいしてるかっていうと正直甘い人が多いと思うんですよ。今回ある程度自分の中で余裕持っちゃってる人に対してのカツを入れる動画なんで、はい、あえて厳しく言うなら音読サボってる受験生多すぎると、もっともっとできるだろうと。音読のメリットはもう計り知れないものがあるんで、うん、この動画で全部は喋れないですけど、早く文章読もうと思ったら音読が一番いいんですよ。音声を聞いてその音声を真似して音読する、最終的にはその音声のスピードで速読できるようにしていく、そういうやり方を推奨してますと。完璧に復習した長文音読繰り返ししていくことによってその構文とかその単語とかを叩き込んでいくんですよ。左から右に文章を読むときにその語順で内容を頭の中でイメージしていくと、それを徹底的にやってもらえたらみんなの読むスピードってまだまだ上がるんですよ。その努力をなんとなく音読めんどくさいからっていうのでサボってたら飽き後悔するんですよ。絶対今毎日時間取れるんやったら音読時間ちゃんとやってください。それが速読力大きく差つきますよと。早慶志望のもうね 90% 以上が秋以降相談してくることなんですけど、うん、長文やってて時間が足りません、うん、これ絶対相談来るんですよね。絶対来ますね。そのね結局原因としては、うん、今ぐらいの時期からやっぱね音読とかを十分にできてなかった子はね、うん、そういう風に時間が足りませんっていう相談に来るわけですね。なのでそうならないためにも順調にしっかりと時間内でちゃんと正答率を高く維持しながら解けるようにするためにも今からその音読をねしっかりとコツコツの、ね、やってほしいなと思いますね。受験生がねこれやってくれない理由もあって、はい、自習室とかで結構勉強してると、うん、声出せないんですみたいな、うんうん、でそんな子も多いんですよね、うん、なのでこう音読をするための工夫は必要かなと思っていて、相談された時に教える方法としては、うん、寝る前とかの決めた時間で音読タイムっていうのも作っとくと、うんうん、あらかじめ決めとかないと時間ある時に音読しようとはもう絶対やらなくなる、絶対やんない。寝る前に今日やった長文を音読するタイムっていうのを30分とか作っとけば毎日でしっかりとこれを復習する時間ができるから決められた時間でやるっていうのをね徹底してもらえるといいかなと思います。まだまだやることあるぞ早慶志望ということで、ラストは歴史です。みんなが思ってる以上に早慶の歴史は難しい。歴史の勉強が甘すぎる高3生がめっちゃ多いと思うんですよ。これも必ずまず過去問見てください、なんじゃこりゃみたいな、こんなん学校の授業でも習ってないし教科書にも載ってないしみたいな、こんなこと聞いてくんのっていう風にびっくりすると思います。今の勉強のレベルで満足してたら全然ダメだなっていう風に気づくと思います。マーク模試の数段階やっぱ難しいですよ。5段6段7段ぐらい難しいですよ。早慶の歴史はやっぱ絶対舐めちゃダメです。これぐらいでいいかって思ってる日本史世界史の今の勉強量では全然ダメで、もっと濃く濃く本気で歴史勉強してくださいと。例えばじゃあみんながねよく受ける教定レベルの模試とか、はい、学校の定期テストとかで、うん、まあなんとかやってますぐらいの感じの子だと、うん、早慶模試だともう全く手が出ませんみたいな子とかも普通にいるんですね、うん、だそんなレベルで夏とかをどんどん終えちゃうと、うん、全然もう戦えないまま本番を迎えることになっちゃうので、うん、今からまずはしっかりと基礎知識を抑える、でそこをしっかり抑えた上でさらに早慶に対応できるような難単語も抑えていくっていうね、うん、しっかりこれ今から時間取ってやっていかないと後々もう間に合わなくなっていっちゃうわけですね、うんうんうん、レベルの違いをもう早く分かっておいてください。時代と流れとかでやってる子多いと思うんですけど、うん、その時代と流れを終えて二次大レベルのね過去問とかクリアできるようになったら東進のね日本史一問一答とか世界史一問一答とか斎藤の世界史の一問一答とか、日本史だったら2レベル定着トレーニングとか世界史だったらマルチトレーニングとか、さらに上の力をつけていかないとダメです。今の日本世界史の勉強のレベルで満足してるんじゃなくて、最終的に早慶が求めたレベルはもっと高いんだぞ。年号とかね出来事の順番とかも正確に覚えないといけないし、日本史だったら資料対策も出るし、世界史だったら地図とかもあるし、文化史日本世界史それぞれ難しいですけど資料集とか読み込まないといけないし、加納先生なんかは用語集とかもね、うん、こう見ていったんですよね、うん、最後の方にやっぱ聞いてきたのはもう過去問やってると、うん、もう今までの参考書は載ってないんだけどみたいな用語がバンバン出てきちゃって、うん、結局それはもう用語集とかに戻ってそれを潰していくっていうのをやって、ようやくねあの高得点を安定して取れるようになったっていう感じでしたね、うん、そのレベルで対策していかないとダメなんで、まだまだみんなが思っている以上にやることは多いです。
です。夏これから来ますけど、全力でやってください。歴史全力で歴史を取りに行かないと総計まで届かないです。総計志望だとね、国公立の子らと比べて科目数も少ないので、どれも得意教科じゃないとダメです。歴史はね、努力でなんとかなるところだと思うので、本気で取りに行ってほしいし、あと流れの説明の話もしておきたいなと思ってて、用語を覚えてるだけじゃダメなんですよ。流れを語れるようになってほしいんですよ。鎌倉時代だったら最初にこの人が力を持ってこういう政治の仕組みを作って、次にこういう戦いがあって、それに勝ったこの人たちがこういうルールを決めて土地制度はこうなってとか、全部説明できるようになってほしいんですよ。歴史を語れるようになってほしいんですよ。それぐらい深い理解が必要ですと。今語れって言われても無理でしょと。それはなんでかっていうと、知識が断片的にしか抑えられてなくて深く理解できてないんですよ。それぐらい深い理解が必要なんですよ、宗家の日本史には。その深い理解はもう当たり前なんですよ。そのステージに早くみんな行ってほしいなと思うので、まだまだ本気出せるぞと。今どうみたいな。この動画見る前は自分のできる範囲内での努力をしてるっていうのが正直なところだと思います。はっきり言います、それじゃ受かんないっす。宗家はみんなが思ってる以上にもっともっと難しいです。簡単じゃないです。今の自分のできる範囲を超えた、もう限界を突破して、もっと厳しい基準を自分に叩きつけて勉強してほしいなというふうに本気で思います、はい、君がね、今せっかく宗家を目指してるんだったら、そのね、夢をつかむためにも今からね、こう本気になってレベルの高さを認識して、今から全力でね、受験勉強頑張ってもらえたらと思います、はい、もちろん夢を諦めさせたいわけではないです。高いハードルがある、そこに向かってもっと努力する必要があるんだっていうことを自覚してもらう、そんな動画にできたらなと思ってます。今回の動画は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。